昔はもっとアートはアート、デザインはデザイン、クラフトはクラフトっていうふうにくっきりとはっきりと分かれてたと思うんですけど、今の時代っていうのはその境界っていうのが曖昧になって、こう混ざり合いが始まってる時期なのかなっていうふうに考えてて、まあそういう中でほんまに今世界中のまさに中東のデザイナーとでコラボレーションしたり、まさにもう国籍そのイデオロギー問わずいろんな人たちとつながりが始まってますね。中川もこげ平工房の主催をしている中川修司と申します。うちの工房は、まあ、祖父の代から3代にわたってこういう、まあ、いわゆる木桶って呼ばれるようなものを作ってます、まあ、日本の伝統的な生活の中ではお風呂の道具であったり、ご飯を入れるおひつであったりっていう、まあ、生活の道具を長く作ってたメーカーになりますね。今のまあこの辺のものっていうのは少しその伝統的なスタイルのものなんですけども、まあそういうものっていうのが日本人のまあ生活スタイルの変化の中でどんどんこう売れなくなってきたっていうところがあって、まあ新しいこういう、まあ普通は桶っていうのは丸い桶なんですけど、それがこういうそのモダンなスタイルの形にデザインとコラボレーションすることによって変化していってますね。例えばこの辺のものっていうのも、これは、イタリアのデザイナーと一緒に、コラボレーションで作ったもので、まあ、毎年ミラノサローネのような時期にはイタリアでその新作の発表っていうのを行ったりします。昔は結構その伝統的なスタイルのものだけで十分にこう、まあ、生活していけるだけの仕事っていうのがあったのが、まあ、それが年々やはり生活スタイルの変化によって、もう売れなくなってきたっていうこともあって、まあ、それでこう新しいものっていうのを今は作り始めてますね。今この、これコップを作ってるんですけども、そのコップの、ここの合わせる時のこうか丸くなっていくための角度ですね、それを削ってます。でこの角度っていうのがここにこう肩を合わせて、ここの面っていうのがその光に当てて光が漏れなくなるぐらいっていうのまでこう正確に角度を合わせていく必要があります。そうですね、作り方はまずそのうちは原木丸太をそのまま買うっていうことにしてます。それをまあ大きく4つから8つに割って、その丸太の、まあ、木のその、状態のまま数年こう木を乾かすということをします。その後それを細かく切って、割り釜っていう曲がったナタで割っていくっていう作業で、この作る桶の、パーツっていうのを木から取り出していきます。まあ、それをまたやっぱり1ヶ月から2、3ヶ月かけてその自然乾燥をしたものっていうのをこう線とかカンナっていう、まあ、昔からの道具で削り上げて、それを、まあ一つの桶で、まあ、この辺のでっていうと大体20枚ぐらい、合わせてこうタガで締め上げるっていうことによってこう形を作り上げてます。でタガで締めて最後に底を入れるっていうことでこういう桶っていうのが完成しますね。
僕自身はもう27、8年前っていうぐらいになると思いますけども、まあ、家業であるその木桶作りっていうのを、大学卒業してから始めました。職人をあえて選んだっていうよりも、むしろその当たり前にその代々引き継いでいくものっていう意識があったっていうのが一つですね。これで、はい、集めてきました。ただまあ、大学へ行ったっていうのは、そのもし職人になるんであれば別に、大学へ行く必要はないっていう考えを祖父や父っていうのも持ってたんですけども、まあ、僕自身自分のあのが何をやりたいのかっていうことをこう考えるときに、まあ、一つ大学へ進学する、まあ、しかもその美大へ行ってあのコンテンポラリーアートを学んだんですけども、まあ、それっていうのはその家業をそのまま継ぐっていうことへの反発っていうのもあったと思ってますね。僕自身は非常にちょっとそのコンサバティブな感じではなくて、どちらかというとリベラルの考えかと思ってて、その僕作るっていうことにおいて、その機械であろうと手であろうとどっちでもいいっていうふうに思ってるんです。ただその今僕が選択してる、僕が作りたいと思うものっていうのは今のところまだ機械では作ることができないっていうふうに考えてます。だから手で作るんであって、もしその僕が思う通りにこう、機械がこう木を削ってくれるんであれば、僕はそこの部分っていうのは機械であっても構わないっていうふうに思って、そうやって逆にまあ機械が仕事を変わってくれるんであれば、それ以外のもっと手で作らなくてはいけない仕事っていうのがをする時間っていうのが自分自身にできるんで、否定的ではない。ただ今のまあ質問の答えでっていうと、その、そこに区別はなく、自分が削りたいっていう形っていうのが今のところは手でしかできないっていうふうな考え方を持ってますね。今作ってるのは、これはまあ先ほど組み立ててる時に使ったやつっていうのは、まあ仮の締めるリングやったんですけども、まあこれはその仕上げの桶を本当に締めるためのリングになりますね。今回はちょっと特殊な木を使った貴重なコップなんで、純銀のタガを使ってますね。シルバーです。で、今ロウ付けって言って、火で炙ると銀っていうのは柔らかくなるんで、その柔らかくなったところをこう細かく叩いてやることによって、もう一度硬くなるんで、その硬さを取り戻しつつ、まあ、形を整えるっていう作業をしてますね。
実は木桶っていうのは、もう作り始める段階から、まあ、そこが大きく機械作りのものとか今のインダストリアルのものと違うところであるとは思うんですけども、修理修繕が 100% 効くっていうことがあるんで、その普通にまあ使ってても数十年使うことはできますし、その修理修繕をしていくと、原理的には永久に使えるっていうことになりますね。その木桶っていうのは多くのパーツっていうのがこのタガで組み合わされるっていうことによって形が成してて、まあ、それが1枚仮にパーツが傷んだとしてもその1枚だけを変えていくっていう形でこうもう一度組み立てることができるんで、そうすると新しく1枚ずつ交換していくと10枚あると10回修理すれば全部が新品になるっていうことになるんで、まあ永久に使い続けようと思えば使えるものっていうことになりますね。僕が相手にする木っていう素材は非常にやっぱりその木一本一本にもよって違いがあるし、かつその木のどの部分を使うのかっていうことによっても差が出る。それに対して同じ形のものを作っていこうと思ったら、僕の仕事をこうそれに木に合わせて変えていくっていうことをしなくてはならない、まあ、そこっていうのがすごい難しくって、まあ、その毎回、新しい発見っていうのがあるっていうふうに思ってて、まあ、こういう仕事っていうのはこう続けていけば続けていく、いくほどより深く広いものが見えてくるなっていうふうに思ってますね。今この棒でこう木をこう強く押し付けてへこましてるんですよ。まあこれ日本語では木殺しっていう、まあ木を殺すっていうふうな表現使うんですけど、でもこのへこんだ部分っていうのは次にお湯をかけるとまあまた元の形に戻るんで、それで入れるときはへこました状態で底が入りきってからお湯をかけるとこう膨らんでもう底が抜けなくなるっていうことになりますね。でこの棒はその木殺しをするための殺し棒っていうんですけど、すごくこうまあ物騒な名前がついてますけど、職人としての話じゃないかもしれないですけども、まあ、アートとデザインとクラフトっていうその世界の方、それらのそれぞれの世界っていうのが今一つになりつつあるっていうふうに思ってて、まあ、それがそのまさに象徴的なのがアートから今クラフトっていうものっていうのが大きく注目される方向へ変化してきてる。その僕自身が考える部分のアートっていうのは私の表現であるっていうふうに思うんですよね。アーティストの自分の考えや思いっていうものを作品に詰め込むっていうこと、そこはまさに個人の世界
それを個人の意見っていうのを世界に発表していくっていうことなんやけど、実はクラフトっていうのは例えば、ね、代々こう引き継がれてきたようなことであったり、今のように、ね、他社とのコラボレーション、デザイナーとコラボレーションするっていうようなことっていうのも結構行われる。これデザイン、アートの世界やったらあまりありえないことやと思うんですよ。その、ね、僕も友達のアーティストに言われたこともあるんですけど、その人がデザインしたものを作れよく作るよねって言われる。アーティストやとしたら1から10まで自分が作ったものじゃないと満足しないっていうふうに思うんですけど、クラフトマンっていうのは、ね、その他者の意見を取り入れ、それと自分の意見っていうのを混ぜて新しくものを作っていく。あるいはデザイナーでなくてもお客さんがこういうものを欲しいっていう要望があったら、そのお客さんの思いっていうものをと自分の思いっていうものをこう混ぜて形にしていくっていうことをする。それってその主語が変わってきてると思ってるんですよ。アートの世界っていうのは愛、私っていうものを主語としてるとしたら、クラフトの世界っていうのは私たちっていうそのウィーの世界になっていくんじゃないかなと思ってて、だからそういう意味でその、ね、さっきもうちの工房にほんまにさまざまな国籍やさまざまなイデオロギーを持った人たちっていうのがその集まって、それがつながり合っていくっていうことっていうのはまさにその次の世界を作っていく一つの大きな流れっていうのがアートからクラフトっていうふうな動きに連動してるんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、この感覚がもっと広がっていけばその、ね、争いのない世界っていうのを作れる可能性っていうのがあるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。